打ったの、はい、似たような強い手ですね。もうこれが正解ですね。これ逃げ場所ないな。あれ次の手できないですよ関口先生。まあ、5時には休憩になりますので。だから休憩にならない可能性があるよ。まあその時はこれはね優勝休憩にならないんです。言い切っちゃって大丈夫です。この手がそう言ってる。あ、この手が刺されたくないから投了するんです。うまく言えないんですけど、やっぱり将棋を刺したら家に行く。ご理解いただいたら嬉しいです。はい、これが私なりの感性なんですけれども、はい。